様へ、咲き散る梅の花、その香りに時折孤独を感じます。また子供の頃の母様とのノーマンズランドでの研究を思い出しました。暖かい小屋、無限に湧き立つ主と生命、あの時間が忘れられません。私は宇宙の広さを知るのが早すぎました。早く離れろ、蘇るぞ。誕生、成長、霊落、生命のプロセスは私の思考の源。私は純粋なものを求めていることに気づきました。依存、それは島皮質と即座覚が関係している。感情とは単純なもので、子供はランダムなご褒美さえあればよりいい子になる。惑星を育てることがいかに簡単か知った時、私は虚しくなりました。私は自分が本質的な研究を従っていることに気づきました。そしてまた違う考えが浮かんだのです。最初はその考えに恐怖を抱きました。それは機関から生まれ、抵抗も哀悼もしない。私が子供の頃に自然と抱いた感情に近いもの、それはと研究の行き着く先を、千死万行の世であっても私には関係ない。私は宇宙の秘密を探り、人間性よりも深い答えを求める。もう失うものも得るものもない。生命を育成、再構築、再現できるなら、記憶の解剖も均衡の制御も準備の解析も普及の再現もできる。私は生命を理解し、概念に触れる。もしかしたら私もいるかもしれません。心配しないでください、助手さん。報酬はちゃんとあげます。